新しい服装を買いに来たんです。服装ですか？服装は茶道の道具なんですよ。今までは無視のものを使っていたんですけど、この前カノンさんのを見せてもらったらワンポイント刺繍が入っていてとても可愛かったんです。なので私も可愛い服装を買おうと思って探していたんです。そういえばこの前リンコさんが茶道部に体験入部したんですよ。リンコさんの茶道のお手前は本当に見事でした。リンコさん、あの日初めてお茶をやったそうなんです。すごいですよね。顧問の先生もびっくりしていましたよ。私とカノンさんがお手本としてお手前を披露したんですが、リンコさんはそれを見ただけで先生が驚くほどのお手前を披露してくれたんです。私は何度も練習してようやくできるようになったので、リンコさんはすごく茶道が向いているのではないかと思います。そういえば茶道部の後に剣道部にも来てくれたんですよ。何でも1日で4つの部活を回ったとか。最初は剣道場の雰囲気に驚いていましたが、徐々に慣れてくれたようで、最後は真剣に試合を見ていましたよ。その時私は試合をしていたんですけど、リンコさんが応援してくれたおかげで今まで手も足も出なかった先輩に初めて打ち込むことができました。本当の勝因は先輩がリンコさんの応援に気を取られて隙が生まれたからなんですけど、えへへ。それでもあの時応援がなかったら私はくじけていたかもしれません。リンコさんには感謝感激なんとやらです。それ以来リンコさんとは一緒に帰ったりもしているんですよ。リンコさんのキーボードの腕前は本当に素晴らしいので、よく演奏についていろいろ教えていただいてます。そのおかげもあって最近はキーボードの腕もメキメキと上がっていて、キーボードを演奏するのが今まで以上に楽しくなりました。リンコさんにはたくさんたくさん助けていただいたので、いつか私もリンコさんに恩返しがしたいなと思っています。はい、もちろん演奏でお返しをしたいと思っています。そのためにはもっともっと日々精進しなくては。頑張ります。